する方法を説明いたします。よろしくお願いします。作成したワードのデータなんですけれども、はい、実際にそのデータをそのまま相手方に送ってしまうと、相手方の方で編集されてしまう、もしくはその変な話、いいように使われてしまう、そういった恐れがありますので、はい、そういったことを防ぐために PDF ファイルで、はい、送信をするということを言った場合に変換する方法を今から説明したいと思いますが、はい、やり方はごく、簡単な操作で行います。はい、で実際のワードのこちらのファイルタブをクリックしていただいて、そうしましたら、こういった選択画面に出てくると思うんですけれども、皆様がよく使いますように、馴染みのあるありますような名前をつけて保存をクリックします。はい、で、このパソコンの中の、どこに保存しますかという画面が出てくると思いますので、実際にこの画面になった際にワードから PDF に変換をして保存をするという形式をとります。で、実際にどうするのかといいますと、保存、名前を付けて保存のこのライブラリーですね、のこの画面が出た時にですね、こちらのファイルの種類というものをクリックします。はい、クリックしますと、保存するファイルの種類はどれにしますかという選択画面が出てきます。はい、今デフォルトでワード文書になっておりますと、なっておりますけれども、真ん中の方に PDF、 こちら PDF ファイルで保存ができます。はい、こちらを選択して、このファイルの種類が PDF のまま、保存をしますと、実際に、はい、PDF ファイルで保存が可能です。そういった形でごく簡単な、いつもの保存の方法、プラスアルファといった形で PDF ファイルに変換して保存することができます。で、またですね、先ほどの、画面にも、もう一度行きまして、今度は共有というコマンドをクリックしますと、こういった、どうなったと共有しますかというメッセージが出てきます。で、こちらの部分で電子メールとクリックすると、この電子メールという欄が現れまして、真ん中に PDF として送信というコマンドもありますので、こちらをクリックすると、はい、もう実際にお使いになられているメールアドレスからだと思うんですけれども、はい、実際に宛先ですとか、はい、件名が書かれてまして、もう添付ファイルとしてこのワードの変換された PDF が添付されている状態でメールが出てきます。はい、もしかしたらパソコンによっては個人差が出るかもしれませんが、およそこういった形で変換して相手に送信することができます。はい、ちなみにですけれども、こちらの状態でも、この PDF のファイルをクリックすると、自身の PC にパソコンの中に名前を付けて保存がもちろん可能です。はい、といった形で、ワード文書をPDF に変換して保存する方法、また相手に送信する方法を説明させていただきました。どうもありがとうございました。